日本航空日本トランスオーシャン航空日本トランスオーシャン航空株式会社は日本の航空会社である日本トランスオーシャン航空の本社日本航空グループの一企業で日本航空株式会社沖縄県等が株主の第三セクター企業である航空連合ワンワールドに加盟する1958年那覇と先島諸島の都 石垣の各空港を結ぶ琉球航空運輸株式会社が、米軍主政権下に置かれた沖縄県で設立された。1967年、琉球航空に日本航空が出資し、南西航空株式会社が設立された。南西航空は、設立時に離島6路線を加え、以後、沖縄本島の那覇空港から離島を結ぶ路線を中心に運航する。 1993年、現、称号に変更。なお、かつて、米国に存在した、トランスオーシャン航空や、当社の英文級社名と、ほぼ同名の米国に現存する、サウスウエスト航空とは、直接的な関係はない。同社の IATA コードは、同社市会社である、琉球エアコミューターにおいても使用される場合がある。JAL マイージバンクの履歴に表示される、 ダックの2レターコードは、親会社である JTA の IATA コードである、ニューとなる。また、JAL グループや同社と連帯運送契約を締結している全日本空輸のチェックインカウンターで発行された手荷物タグに表示される2レターコードも、ニューとなる。JAL グループ各社は JALJA、北海道エアシステム、日本エアコンピューターの4社において運送の共同引き受けを行っているが、 JTA ラックの2社は JTA ラック間を含む JAL グループ各社間で運送の共同引き受けを実施していない。なお、JTA では2021年3月28日より一部の便にて JAL との運送の共同引き受けを開始したことに伴い当該便は JAL 便として運行している。ラックの便名の数字は700番台、800番台となっており、 JTA と便名が重複することはないが、JAL JTA 両社運行便については、便名が重複する便が複数存在し、JAL が発行する時刻表にも、両社運行便には同数字の便名が存在することへの注意喚起の記述が見られる。初代塗装の YS-11 社名変更当時の塗装機日本トランスオーシャン航空が、新臓機で受領した。 ボーイング社製航空機の顧客番号は93で、航空機の形式名は737から293、737から493、737から893となる。中期中のボーイング737から800、保有機材 YS-11 を導入するまでの、機材 YS-11 導入以降の使用機材、JAL からのリース機材、 ボンバルディアやロスペース射機材、エンブライル射機材、南西航空時代は独自のデザインを採用していた時期もあったが、社名変更後は基本的に JAL デザインと同じである。の路線は JAL との運送の共同引き受けにより、JAL 便として運行。なお、東京、羽田宮古線、石垣線は繁忙危機器間は、JAL の機材、乗務員による運行となる。 グループ会社に関した路線も含む、おおむね日本航空のサービス基準に従うが、日本航空の便とは、以下の点で異なる。JAL グループは、国際航空連合、ワンワールドに加盟している。ただし、のある、航空会社は、経営施策上、ワンワールドには加盟していない。なお、のある、航空会社は、格安航空会社。j a y 日本エアコミューター。 北海道エアシステムのすべての運行便並びに日本、トランスオーシャン航空の一部運行便は運送の共同引き受けにより、ジャル便として運行。沖縄県出身者が選ばれている。ありがとうございます。